今回テレビアニメワンパンマンで監督をやっている夏目慎吾です。よろしくお願いします。ヒーローものの漫画なんですけどね、やっぱりその埼玉という最強の男というかがいて、何でもワンパンチで倒してしまうというキャラクターなんですけど、まあそういうちょっと突飛な設定でもあって、まあそれをだけそういう設定があってそういう部分でもすごく面白いんですけど、まあそういうところだけでなくて、まあ前のここに出てる S 級他のヒーローだったりとか、まあジェノスだったりとかでソニックだったり、まあこういったキャラクターが絡んできて、どんどんこのなんていうか、ね、世界観が広がっていくというか、厚みを増して面白くなっていく感じの作品なので、まあ、テレビアニメもやっぱりそういう漫画の面白さを忠実に再現というか、まあ、より面白くしようかなと思いつつやってたりするので、その辺がちょっと漫画と同じような感じで魅力になってるかなと思いますね。今回ちょっとデジタル系というか、あの紙で書くんじゃなくてパソコンで書いたりとかそういうのもあるんで、まあ、そういう人がやるところはやっぱりなんていうか、まあ、カメラワーク込みですごく計算しながら作画とかしてるんで、まあ、すごいカメラがよく動いたりとかスピード感だったりそういうのがちょっとうまく再現できていて、まあ、そういうのもちょっと今回意図的に狙ってやってますね。やっぱりまあ埼玉というキャラクターですかね。でちょっと1話あのアニメ結構埼玉は丁寧になぞってたりするんですよね。どういう経緯で力をなんていうんですかね、どういう経緯でヒーローを目指すきっかけみたいなとかもやってたりとかして、まあそういう意味じゃ埼玉というキャラクターを今回すごい丁寧になぞってるんで、まあそこはちょっと見てもらいたいというのがありますね。ジャムさんの曲がだいぶもうゴリゴリのロックだったんで、まあそれに合わせて映像も負けないようにしようと思って、ちょっと映像の方もひとひねりを加えて作ってますね。まあその BL 影だったりとかっていうのを影部分を BL で塗ったりとかして、ちょっとアメコミ風じゃないですけど、まあそういう風にしてしまったかっこいいヒーローもののオープニングになればいいなと思って作ってますね。今回のシリーズ構成とその脚本すべてを鈴木さんという方にやってもらってます。で今回のシナリオ打ちというか、そのシナリオ打ち合わせの時に原作者のワンさんと村田先生にも参加してもらっていてですね、でその中でお話を、まあ、漫画の一巻からそのなんですかね、シリーズ構成含めて再構成して、まあ、どの話数を一話にするとかそういうのをやったんですけど、まあ、鈴木さんすごく全体を通して見れる人でだいぶ助かったなと思ってます。あとあの今回キャラクターデザインに久保田千佳史さんという方がにお願いしてるんですけど、まあ、すごく村田さんの絵を忠実に再現というか、すごい、まあ、ちょっと細かい癖まで村田さんの癖を拾ってキャラクターの描写なんかすごく忠実にアニメにデザイン化に落とせてるなという感じがありますね。まあ、すごい久保田さんアニメーターとしてもすごいトップクラスのアニメーターなんですけど、今回デザイナーとして、まあ、そういう絵の繊細さだったりとか、まあ、そういうところでキャラクターデザインやってもらってる感じですね。それ今回スタッフに恵まれたなと思って、その各セクションのなんかそうですね、トップの方はやっぱり一線級の人を集められたんで、まあ、監督としてはすごく楽ですね。まあ、その人に任せておけばもうできるだろうという感じで、まあ、その中でもやっぱ色彩設定の橋本さんとか、まあ、すごく色をなんていうんですか、気持ちいいところで配分してくれたりとか、今回はあのいろんなシーン、夕景だったり夜のシーンだったりとか、まあ、そういうとこも細かく色を指定してもらってすごく見やすくなってたりするんで、まあ本当に細かいところなんですけどね、そういうとこを丁寧にやってくれる人がやってくれてるんです。全部助かるなという感じがありますね。ただ撮影ですね、まあ、最後のコンポジットの部分なんです合わせて、ですごいセンスのいい藤原さんという方がやられてるんですけど、まあ若い方なんですけどね、すごくセンスが良くて、なんていうんですかね、まあ大体アニメって定番の処理があったりする、にじんじゃったりとかディフュージョンの入れときゃ絵が持つだろうとかあるんだけど、そういうのはそういうのをやらないでちゃんと素材をそのまま出すみたいな感じで、なおかつそれをちょっとうまく料理するっていうところに挑戦していて、まあすごいそういう意味でも面白いな、いいものになったなと思ってますね。
であとはまあ音楽ですよね。宮崎誠さんって方がやられてるんですけど、すごいラッキーだったなっていう感じがします。すごく音楽に助けられてる部分がすごく多いなと思います。はい、今回テレビアニメワンパンマン、まあ、海外でも同時配信ということで日本と同じタイミングで見れると思うんで、ぜひちょっとみんなで一緒に見てもらいたいなと思っています。でちょっとアニメの方もそのスタッフ一同その一生懸命作ってるんで、その原作ファンを裏切らない形、裏切らないものにはなってると思うんで、その辺も見てもらいつつ楽しんでもらいたいです。